続いてのニュースです。今朝のスポーツ報知、社会面からです。内閣改造2日で失言第1号、江崎沖縄北方大臣は仕事人ではなく無責任。江崎哲真沖縄北方担当大臣がおととい地元での会合後に、北方領土問題は素人と自らの能力不足を認め、役所の答弁書を朗読すればいいなどと国会軽視とも取れる発言をしていたことが昨日分かりました。地元の愛知県一宮市で行われた就任祝賀会合後、国会答弁の間違いを避けスムーズな進行をするためにはしっかりお役所の原稿を読ませていただく、立ち往生よりも答弁書を朗読かなと発言。さらに自らが中心となり解決を図るべき北方領土問題については、素人、皆さんの知恵で色をつけてもらうとも口にし、入閣は重荷だとも吐露していました。知識不足を理由に閣僚の言うがままとなり、担当閣僚としての責任を放棄することを宣言したかのような言葉は、国会を軽視していると見られてもおかしくなく、野党から厳しい批判を受けるのは必至と見られています。まあ、江崎大臣は非常に正直ですよね。そうですね、もう思った通りのことを言ったんでしょうね。もう皆さんの色で私を染めてくださいと、私は素人ですからね、このことについては。もう沖縄も北方のこともよく分かりませんから、どうぞいろんなことを教えてください、その通り私は言いますからと。で、今回は所属派閥の二階幹事長からも、一旦お前やってくれって言ったんだけど、いやーもう高齢だしできませんよと抗議したんですけど、何を言われたか分かりませんが受けることになった、苦しい立場にありますよと、もう言い訳を全部すべてして保険に入ったようなもんですよ。そうですね、この方は確か愛知の一宮の選手で、はい、私名古屋の番組持ってますんで、大臣になった時に名古屋の2局とも、あの人かみたいな、こんなに早く映画来るとは思わなかった。お父さんは江崎真澄さんという方ですよね、自民党の、防衛庁長官などもおやりになった重鎮でしたね、重鎮でしたね、でも同い年の二階さんから、お前がこじちゃったら俺同い年ならどうなってんだって。ただ今回の問題はですね、よくこの番組をお見えになる伊藤敦夫さんでした、木曜日って、この就任の時一番怖いのは身内の集まりから地元に帰った時、ここでサービスするんだと、みんな、かつて個別の案件には答えられませんと、あと法にとって適切に処理してるって言って法務大臣クビになった方いましたよね、この方も確か広島の地元に帰って身内の集まりの中で、今回も地元帰って身内の集まり、やっぱり受けを狙うことと、ひょっと気が緩んでしまうと。でも大臣になれば必ず記者はついてってるわけですから、それとやっぱり今回ちょっとがっかりするのは、先ほどの広島の話もそうですけど、北方領土沖縄担当ですよね、いわゆる国会で沖北と言われてる、で前任の鶴保さんがやっぱり沖北の担当大臣をやりながら、大阪府警の機動隊員の土人発言に対して必ずしも否定するもんじゃないっつって、それが沖北の大臣の言うことかということもあって、今回は絶対外される候補の第一号だったわけですね。その後任の方が直接沖縄云々ではないにせよですね、こういうこのことをですね口走ってると、同じことやっぱりこの内閣も繰り返すのかなと。せっかく安倍さんとしては最大の守備陣を敷いたつもりがですね、もうこんなところでほころびが出てるのかなって感じがしますよね。この時間でも大谷さんが指摘されていて、改造内閣で、おそらく防衛大臣は小野寺さんが再任するんじゃないかとか、文科大臣もやはり卒のない実務派大臣を起用というんで林芳正さん、林芳正さんはもう見事な日本一のピンチヒッターみたいな感じ で、何か問題が起こる省庁の大臣になるという、見事な手腕を発揮されている、それから野田聖子さんが総務大臣起用とか、野球で言えば9つあるポジションで7つか8つぐらいまでは手堅い守備を敷いたんだけど、あそこ埋まんないんだよなってところに仕方なくこう江崎さんだったりとかすることもあるのかなっていう気もするんですね。そうですね、私大阪の ABC の夕方の番組で、高齢で内閣が発足したちょうどその日が担当でしたんで、いわゆるそのネーミングですよね、この内閣に名付けるとってやつ で、私は突然思いついたのが短命守備固め内閣と、極めて命は短いけど守備をガチガチに構
固めたという内閣だなって感じがしたんですね。今おっしゃってる通り本当に守備陣でいけば安倍菅のバッテリー以外はガチガチで固めた。そうですよね。ちょっとレフトに変なおじいさんがいて余計なこと言っちゃったって、ね、感じはしますけど、あとはですね、ですからこう鉄壁の守りに見えるんですけども、一方で非常に短命だなって感じがするんですね。短命、はい。一つは自民党の中に大臣待機組が、つまり適齢期と言われる人たちが60人いるわけですね。ところが今回19人のうち新閣僚は6人ですよね、はい、こうやって鉄壁の守りをすると今おっしゃってるように林さんであり小野寺さんであり野田さんでありもう山ほど大臣を経験したという人、また俺かよという人たちが一斉に塁に向かって走るわけですよね。そうするとそのベンチでそれを見てる人たちは冗談じゃないよこれもまたあいつかよと、ね、俺1回もやってないのにあいつ3回目じゃないかとなればですね、そのマグマは相当溜まってくると思うんですね。で変わってないのはバッテリーの菅さんと、まあ、安倍さんとあと麻生さんぐらいですよね。でそうなってくるとこのバッテリーが打たれない限りはどうしようもないなと思ってると思うんですね。ところが今回ちょっと違うのはビューンと岸田さんがブルペン走ったわけですよね。もう肩温め出した。そうですよね。そうするともうベンチはですね、安倍菅のバッテリーよりも岸田の肩の温まり具合を見てるわけですよ。ここで安倍がボコボコ打たれればすぐ岸田が出てくるなと。そうすると球場に鳴り響くのは選手の交代をお知らせしますと。レフト江崎君に変わってると。そっちから行くんだ。こっちから。先ほど失策した。余計なこと言わないけど。で江崎君が引っ込めばもうそこ誰かが入るかもしれない。そうするとこの内閣を長持ちしていると思ってるのは守備陣に走った人たちだけで、残るベンチの60人近くはですね、早く岸田の登板はないかなと思ってしまうと、そういう内閣と長持ちしないと思うんですね。となるとその来年の自民党総裁選で、まあ、おそらく、まあ、野田聖子さんはね、私は出ますよということを言ってますけども、ただ朝日新聞は真横にいて出られないでしょうと。要するに安倍総理を支える総務大臣が出るわけにはいかないんじゃないかっていう、横で手を挙げるわけにはいかないでしょうと、野田さん出るって絶対おっしゃってますけどね、やっぱりそういう形でですね、今回はその意味でも鉄壁の守りをしていってるような気がするんですね。でこれで岸田さんがまあ閣外去って 党ではもう 重要職で政調会長ですよね、まあ、いろんなこと言われてますよ。今まで党務ってほとんどしてなかったそのまあ、自分の自民党の党務ですね。そうですね。全国政調会長の場合はあちらこちら行くわけだから、全国的人気がある石破茂さんに追いつけ追い越すができるんじゃないかとも言われてるんだけど、その岸田外務大臣のよくわからないところが非常にまあ控えめで地味であるということで、前場を狙ってるんじゃないか、前場譲り受けられるってことですよね。でも安倍さん譲り渡すかなっていう、これからも力次第でしょうね。これで自分の力でもうおそらく会見の時期に関しては明言を避けてきてますし、やっぱり来年の9月で自分はもうないんじゃないかなと思い始めているようなところもあるんじゃないかと思うんですね。ですから それまではしっかり支えてくれよと、だから岸田派から4人も入れてるじゃないかという姿勢を示してですね、おそらくこれでですね、オリンピックまで行くと考えてた安倍さんのあれはここで大きな失敗をしてですね、これはやっぱり次はもうなしでしょうと、この今回の件の支持率の落ち方というのはやっぱり次はないってことのサインでしょうと、シグナルでしょうというふうになってきてると思うんですね。まあ、各種の世論調査、3日4日あるいは5日6日に行っているものを見てみると、まあ挽回とまではいかないですよね。そうですね。普通はご主義でですね、例えば小泉内閣が改造した時に15ポイント上げたことあるんですね、それからすると、それからするとですね、最大落ちてた毎日が26でしたのが35に持ってったと、もともと毎日は一番低い数字を出してたわけで、それが9ポイント上げて35になったということからすると、他はですね、共同も、から今日の朝日も、朝日がトントンですよね、から共同も読売は3ポイントしか上げてないということからすると、思ったよりご主義はなかったなと、評価はなかったなという世論調査の結果じゃないかと思うんですね。
まあ、あの守備固めの内閣と言われている中で1点だけちょっとあの大谷さんにお聞きしたいことがあって、あの評価が高い、まあ、小野寺悦則防衛大臣、あの防衛大臣になる、まあ、今回再任ですけども、自民党内でもし何をもって敵の敵陣というふうに考えなきゃいけない、何をもって専守防衛というのかと、これやっぱ新たな議論になってくると思いますね。ただあの小野寺さんってすごくそういう意味ではあの柔軟な考え方なさる方ですし、私個人的に言うとあの民主党政権が倒れて、はい、で安倍政権になった時の最初の大臣がね、であの森本さん我々テレビによく出てくださるんで、よくお話しする機会あるわけですね、でその森本さんが譲ったというか奪われた政権の次の大臣だけど、私は彼を非常に信用していると、とは違ったけども、とおっしゃってたの非常に印象に残ってるんですね、違っていながら非常に謙虚にどこまで民主党政権で研究してたのか、森本さんは一人の学者としてどう思ってるのか、それこそ日産するようにして私にあの問いかけてきたと、彼はやっぱり一人 の、 あの閣僚として政治家としてあの非常にあの勤勉で 地道なあの方だとおっしゃったのが印象に残ってますんで、まあ、それ個人的な感情を抜きにして、あのしっかり地に足のついた議論をするべきだと思うんですね。あのそれじゃ専守防衛にならないじゃないかとか、いわゆる揚げ足取り的な議論ではなくて、どうすれば日本一番防衛として成立するのかということをちゃんと議論していって、それは安倍さんもですねそれには乗っていくということが一番大事だと思うんですね。今そこにある危機に対してのその解釈の仕方というものが我々国民にとってもそういうことなのかって分かるような議論はしてほしいなと思うんですね。そうですね。でそれがきちんと自分なりにですね誠意を持ってこれが最も大事だという結論であればね、それは後々ですねその発射するとかしないとかっていうのは本当に瞬時の判断ですから、そういう意味ではあの防衛大臣ってあの全ての指令が浜松の方にある、はい、でそこからこう問い合わせが来るわけですよね。生地のその大臣の緊張感ではないってことを聞いたことあるんですね。あいつその発令しなきゃいけないかということから考えると、任期中っていうのは本当に片時もこう息を抜く時がないと、でその中の判断で結果的に国民がですねあれはあれで良かったんだよということであればですね、それはいいと思うんですね。その戦いの中でこれどうだろうかとか、後々誰に言われるんだろうかとか、隠し事をするんじゃなくて、あのスーダンの件、南スーダンの件もそうだと思うんです、はい、本当に危なかったら国民にあの状況の中ではこうだったと言えばいいわけですよ、はいはい、そしたら国民はその危ないから帰ってこいと、これ PKO の5原則が外れじゃないかと、それをごまかしたことに関して国民は怒ってると思うんですね。あの場に行ってああいう状況になったっていうのは戦いですから、そうですね、変わってくると思うんですね。そこはやっぱりあのこれからですね、それこそ守りに徹している自民党政権ですけど、しっかりと柔軟なですね対応の仕方をやっぱりやっててほしいと思うんですね。はい。